国鉄滝7100系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はメチルメタアクリレート専用の30トン石タンク車として、1968年8月5日に日立製作所にて3両が製造された。メチルメタアクリレートとしては、 初のボギー車でありその後の製造は35トン席に拡大された多機15700型へ移行した。本形式の他にメチルメタアクリレートを専用種別とする形式にはタム7900系、多機15700系の2形式があった。落成時の所有者は前社住友化学工業でありその常備駅は新浜駅であったが、 1973年11月6日に日本石油輸送へ名義変更され、常備駅は東高島駅となった。タンク帯は積み荷の純度保持のためステンレス構成であり、外周には保冷のため厚さ 110mm のウレタン断熱材と薄鋼板製の外板が設置されている。台車はベッテンドルフ式の TR41C である。 タキ7101は1976年12月27日に日本車両製造にてタンク体が更新され、グラスウール断熱材、ステンレス製外反となり、塗装も銀色になった。この際台車も TR41DS-12 に改造された。全長は 12,750mm、全幅は 2,538mm。 全高は 3840mm、台車中心間距離は 8950mm、事業席は37.2立方メートル、自長は17.5トン、換算量数は、席車5.0、空車1.8である。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、全車3両の車席が JR 貨物に継承された。 1988年5月27日に専用種別をラテックスに変更した。1999年8月に全社一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。